メタンチオールは、化学式 CH3SH で表される、チオールの一種である。メチルメルカプタンとも呼ばれる。腐った玉ねぎの匂いがする無色の機体である。天然にはある、種の種種ね類,類や、チーズなどにも含まれ、人や、動物の血液、脳、およびその他の組織中にも存在する。動物の糞から放出される。また、口臭やへの悪臭の成分の一つである。 メタンチオールは、沼などで、有機化合物が腐敗することによって生じ、コールタールや原油、および一部地域の天然ガス中にも含まれる。海の氷層水でジメチルするホニオプロピオナートが、藻類によって代謝される、際の一時生成物である。メタンチオールの海水中の存在量は、硫酸イオンよりも、はるかに低いが、海洋バクテリア類がタンパク質の製造に使う、イオンは、主に、 DMSP を分解してメタンチオールとして取り込んでいるものとされている。後期条件及び嫌気条件においてバクテリアはメタンチオールのジメチルスルフィドへの変換も行う。しかしながら海洋氷層水に存在する DMS は大部分が他の経路によって生成したものである。DMS とメタンチオールは共に 嫌気け条件の沈降物中での微生物によるメタン生成経路で利用される。メチオニンから乳酸菌やジョトライカムキャンディダムなどの一部の酵母、キノコなどにより生成される。嗅覚域値は 0.02ppb と強く、チーズではごく微量のメタンチオールが香りを特徴づけるのに重要な役割を果たす。ジメチルジスルフィド、ジメチルトリスルフィド、S。 メチルチオサクサンなどに容易に代謝されるが、これらの代謝生成物も,もチーズの香りとして重要である。メタンチオールのガスボンベプラスチック工業や殺虫剤の原料として製造される。パルプの製造過程では木材の腐敗生成物として発生する。チオール類はごく少量でも非常に強い悪臭を示すため、無臭のガスに添加して、それらが漏れたことを感知しやすくする。 不臭剤に使われる。2005年12月26日、ロシアはサンクトペテルブルクの氷商店、マキシドムにおいてメタンチオールとおぼしきガスが巻かれるという事件が起こった。商店にはクリスマスの間営業を妨害するという内容の脅迫状が届けられた。同じチェーンの店でもタイマーでガスを放出するよう設定されたガラス製の容器が発見された。井上茂春。 微生物と、香りミクロの世界のアロマの力フレグランスジャーナル社、2002年8月1日、109ページ、ISBN4 から894790572、ガスシキンス78インロシア、foxnews.com、2005年12月26日、2007年2月22日アクセス、ありがとうございます。